あれ、吉野さん、誰と話してるんだろう。申し訳ございません。お誘いは嬉しいのですが、お断りさせていただきます。私がご奉仕するのはお嬢様だけと心に決めておりますので。もしかして本物のメイドさんですか？そういうことでしたら、わかりました。気が変わったらいつでも来てくださいね。吉野さん、もしかしてメイド喫茶のスカウトですか？あら、聞こえてしまっていたのですね。ずいぶんと慣れた断り方だったけど、やっぱりよく声をかけられるんですか？まあ、それなりにでしょうか。メイド喫茶でしたら少なくはない方です。メイド喫茶でしたらって、それ以外にもよくスカウトされるんですか？様々ですね。先日は画家に、その前は探検家などもございました。え？吉野さんって普段は一体何をしてるんですか？お嬢様の身の回りのお世話や家事全般をこなしているだけですが。なのにいろいろな業種からスカウト？気になるようでしたら、しばらく私とご一緒なさいますか？興味あるかも。本職のメイドさん密着24時か。ではまずお嬢様に頼まれた漫画を買いに、中央通りのアニマートへ向かいましょう。パーツを買ってパソコンを強化しましょう。それではこちらでお買い物をいたします。もしかしてそこにおられるのは西園寺吉野さんでしょうか？あら、お久しぶりです。いや、会えてよかった。私ずっと西園寺さんを探していたんです。吉野さん、知り合いですか？ええ、そうです。この方は神保町出版の社長でいらっしゃいます。社長さん？あの、西園寺さん、我が社での出版の件いかがでしょうか？そのお話でしたら以前にもお断りしたかと思いますが。やはり考え直してはいただけないでしょうか？我が社としてはぜひお願いしたいのですが。申し訳ございません。私が作る物語はお嬢様を喜ばせるためだけのものです。そうですか。やはり難しいお話なのですね。でしたら、せめてものを手土産として我が月刊誌の最新号をお受け取りください。これはお嬢様がお求めの漫画です。わざわざありがとうございます。こちらありがたく受け取らせていただきますね。では私はこれにて。吉野さん、一体どういう知り合いなんですか？お嬢様が幼い頃、よく絵本を作って読み聞かせていたんです。その絵本をお嬢様が落としたことがありまして、その時に社長がお拾いになったんです。なるほど、それで目に留まったんですね。だけど連載を頼まれるほどの腕前って大したものではございません。私はただのメイドですから。さて、次はご夕食の食材のお使いです。UBX のスーパーへ向かいましょう。トレカ屋さんです。少し見ていきますか？あれ？西園寺ちゃんじゃないの？あら、お久しぶりでございます。この人、テレビで見たことあるような。そうだ、ソバゲッティの有名料理研究家の人だ。ちょうど西園寺ちゃんにお願いしたいことがあったのよ。私にお願いですか？私今ね、新店舗を考えてるのよ。それで総料理長をお願いしたいと思って。西園寺ちゃん、引き受けてくれない？今度は料理長？
申し訳ございません。私の料理はお嬢様のためだけにあるものです。ですのでそのお話はお断りさせていただきます。そこをなんとか。給料は今もらってる額の10倍は出すから。ありがたいお言葉ですが、やはり私は引き受けることができません。そっか、その意思は変わらないみたいだね。しつこく誘ったお詫びにこれを受け取ってくれる？こんなに高級な食材、本当によろしいのですか？ええ、西園寺ちゃんに調理されるならこの食材たちも本望よ。それじゃ、気が変わったらいつでも連絡ちょうだい。西園寺ちゃんならいつでも歓迎よ。ご夕食の食材揃ってしまいました。これでお嬢様にも喜んでいただけます。で、どうして知り合いなんですか？あれは数年前でしょうか。一度だけですが、お嬢様と一緒に親子お料理教室へ行ったんです。その時にたまたまいらしていたのが先ほどの料理研究家の先生だったんです。それから連絡を取るようになりまして、お料理のご相談に乗ったりするようになったんです。料理研究家の相談に乗るって、そんな大したお話ではございませんよ。あくまでも私はただのメイドです。さて、最後は裏通りへ向かいましょう。ソルジャーズゾーンのミリタリーショップです。サイオンジ、ついに見つけたぞ。あらあら、お久しぶりですね。もう今度はなんだ？どうか戻ってきてくれないか。我々だけでは手に負えそうにないんだ。もう私は誓ったのです。お嬢様を守ること以外にこの手は汚さないと。お前の居場所は本当にそこなのか？俺たちの民間軍事会社ならもっと活躍できるはずだ。え、民間軍事会社？戦場の黒豹と呼ばれた伝説、俺は今でも忘れたことはない。どうか戻ってきてくれ。俺たちには西園寺が必要なんだ。先ほども述べた通りです。そのお話お断りさせていただきます。だが。お断りすると申し上げたはずですが。その頑固、あの頃のままだな。まあいい、今日は引き下がろう。だがな、お前は戦場でしか生きられない。その日のためにこの制服を預けておこう。いつか西園寺を戦場へ導いてくれるはずだ。朝日様、この軍服でしたらお嬢様も喜んでいただけそうです。いや、そうじゃないでしょ。吉野さんって一体どんな過去を持ってるんですか？やはり気になりますよね。お嬢様にお仕えする前の話なのですが。って本当に？そんな、吉野さんが傭兵だなんて。このお話はお嬢様にも内緒です。二人だけの秘密ですからね。だけど二人だけの秘密ですからね。はい。こんにちは、朝日様。よ、吉野さん。何びくついてるのよ。二人だけの秘密ですからね。うん、なんでもない。なんか様子がおかしいわね。隠し事かしら？まあまあ、お嬢様。吉野、何か知ってるの？いえいえ、私がお嬢様に隠し事なんてするわけありません。そう、それもそうよね。吉野は私だけのメイドだもの。ってこ
ことみ、あんまり吉野さんを働かせすぎるなよ。休みかどうかは私が決めるの。そんなのブラック企業だ、労働基準法違反だ。ニートのあんたにだけは言われたくないわね。まあいいわ、吉野、今日は一日休んでもいいわよ。たまには休んでもらわないとこっちが休まらないわ。もうお嬢様、それではまるで私が口うるさいみたいな。ええ、うるさいわ。だからね、今日は一人でのんびり過ごすことにしたの。ですがお嬢様、私はお休みなどなくても大丈夫ですが。いいから休みなさい、これは命令よ。承知いたしました。それじゃ休日を満喫しなさい。琴美のやつ素直じゃないな。せっかくいただいた休日ですが、一体どうやって過ごせばよいものか。だったら適当に秋葉をぶらつきますか。なんだったら案内しますよ。お気遣いいただき恐れ入ります。それではお言葉に甘えさせていただきますね。それじゃあついてきてください。入りたい店があったら行ってくださいね。パソコンショップっち強化しておくっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。あの、朝日様、もしよろしければこちらのお店を覗いてもよろしいでしょうか。え、ここです？スーツのお店ですけど、別にいいですよ。朝日様、ありがとうございました。おかげで素敵なスーツを買うことができました。で、吉野さんが買ったの、琴美が着る用のですよね。はい、それがどうかしました？お嬢様も来年は高校を卒業します。もしものためにスーツの1着や2着くらい。いや、そうじゃなくて、せっかくの休日なんですから、吉野さんが欲しいものを買えばいいのに。私にはこのメイド服があれば十分です。それにこれは私の欲しいものでもありますから。まあいいですけど、それじゃあもうちょっと歩きましょうか。服が売ってるっち、おいらもおしゃれするっち。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。油そばですか。たまにはこういうのもいいですね。なんか意外です、吉野さんが油そばに興味を持つなんて。油そばの方がラーメンよりカロリーが低いのです。なのでお嬢様の健康を考えると。また琴美の話ですか。もう今日は忘れてて大丈夫なんですよ。つか琴美ってラーメン食べるんだ。なんでも最近興味を持ったみたいなんです。これも朝日様たちの影響でしょうか。なんか申し訳ない。いえいえ、そんなことはございません。お嬢様の世界が広がるのは素敵なことですから。それじゃあ軽く飯でも食いますか。これで大丈夫です。おそらく同じ味を再現できるでしょう。だからって全種類食べなくても。朝日様、ご案内いただきありがとうございました。え、もう終わり？まだ時間は結構あるのに。先ほどからひっきりなしにメールが届くのです。え、誰から？お嬢様に決まってるじゃありませんか。どうやら禁断症状のようです。見てください、これ。靴下はどこ？抹茶が飲みたい。お饅頭はどこよ？緑茶でもいいわ。って小学生かよ。それでは戻らせていただきます。本日はご案内いただきどうもありがとうございました。いえいえ、少しでも楽しんでもらえたなら何よりです。あ、そうだ朝日様、
どうしました？お嬢様からのメールを見せたことはもちろん分かってますよね。もしかして二人だけの秘密ですからね。はい。あの、朝日様、少し寄らせていただいてもよろしいでしょうか。殿殿にですか。電化製品を買い替えておこうと思いまして。何言ってるのよ。家にあるものはどれも壊れてないわよ。お嬢様は知らないかもしれませんが、洗濯機など結構ガタが来ているのですよ。トースターも焦げつくようになってきましたし、家事をやっているといろいろと不便なんです。ですので今のうちに買い替えておこうと思いまして。うん、ならいいわ。さっさと買ってしまいましょう。これで大丈夫ですね。後でお屋敷に届けてくださるみたいです。だけどどうしてかしら。せっかくだし大型の洗濯機にすればよかったのに。容量が少ない方が使う時も掃除する時も快適なんですよ。吉野がそう言うのならまあいいわ。ありがとうございます。きっとこれならお嬢様でも大丈夫ですよ。え、そうだ朝日様、ついでと言ってはなんですが、もう一軒よろしいですか。うん、いいですよ。でしたら中央通りの本気法廷へ参りましょう。セーブポイントですし、休憩になさいますか。妄想球にご用でしたら万全の準備をします。それでは買い物を済ませてきますね。ああ、俺も手伝いますよ。ほら、琴美も行くぞ。ねえ吉野、あなた一体何を買うつもりかしら。日用品です。ほら、今のうちに補充しておこうと思いまして。ふん、だったら行ってきなさい。私はここで待ってるから。琴美、いいんです。朝日様、これは私のお役目ですから。遅かったじゃない。つい買い込んでしまいました。そんなの無駄遣いよ。吉野にしてはらしくないじゃない。確かにこれは買いすぎだな。トイレットペーパーにゴミ袋、洗剤まで。せっかくの機会ですから。それじゃあせっかくですし、他にも行きたいお店はありますか。でしたら最後に本屋へ寄らせていただけますか。一冊だけ買いたい本があるんです。それってどんな本です。お料理の本です。料理本か。だったら電気街口のエトリエ行きましょうか。さまざまなものを取り扱うお店のようです。セーブされますか。お間違いなさらぬように。それじゃ荷物重いでしょうし、俺がここで見てますよ。あら、申し訳ございません。それではお言葉に甘えさせていただきますね。私も待ってるわ。それでしたら朝日様、お嬢様のことよろしくお願いしますね。ああ琴美、さっきからどうしたんだ。どうかしてるのは吉野の方よ。吉野さんが。何も、今買わなくてもいいじゃない。これじゃまるで。琴音、お嬢様、朝日様、お待たせいたしました。料理本は買えたのかしら。はい、バッチリです。ちょっと見せてくれるかしら。お嬢様。ねえ、どうして。
どうして今さら初心者用の料理本なのかしら。え、もうお嬢様、いつだって初心忘れるべからずですよ。お嬢様のために少しでも美味しい料理を作りたいと思いまして。何よそれ。なんだよ琴美のやつ、やっぱりおかしいのはあいつの方じゃん。あいつの方というのは。ああ、それは。そうですか、お嬢様がそんなお話を。やっぱりあいつなんかおかしいですよね。一体何に怒ってるんだか。もしかしてお嬢様は気づいているのかもしれません。だからきっと。吉野さん。こちらの話です。だけど私は嬉しくも思います。些細な変化にもお嬢様がお気づきになられるだなんて。だって吉野さんと琴美ってずっと一緒なんですよね。だったらやっぱり些細な変化でも気になるんじゃないですか。はい、ずっと一緒でした。お嬢様が物心ついた時からです。立場は違えどずっと同じ景色を見てきたんです。どういう意味ですか。深い意味はございませんよ。主人とメイド、それ以上でもそれ以下でもありません。私はお嬢様のためのメイドなんですから。